ビュール・オジェは、フランスの女優。日本では、ビュール・オジェとも表記されがち。これまでに100本以上の作品に出演している。1939年8月9日、ブローニュイコールビアンクールで、マリー・フランス・ティエランとして生まれる。1960年代はじめに演出家のマルク・オーと出会い、舞台女優として活動する。1968年、 マルク王が自身の舞台を映画化したアイドルたちの主演に起用され長編映画デビュー。翌1969年にはジャック・リベットの大作狂気の愛に主演。以後、リベットの作品の常連となる。1971年に出演したアラン・トネールのサラマンドルでの演技が高く評価され、全米映画批評家協会女優賞にノミネートされた。 翌1972年には、ルイス・ブニュエルのブルジョワジーの密かな楽しみに出演。1974年には、リベットのセリーヌとジュリーは、船で行くの脚本を共同で執筆。1981年には、リベットの北の橋で娘のパスカル・オジエと共演した。百九十一年、グザビエ・ボーボワのノールに出演し、翌百九十二年に、 ヨーロッパ映画賞の助演女優賞にノミネートされた。1994年には誰も私を愛さないの演技でロカルノ国際映画祭特別賞を受賞した。1999年に出演したエステサロンビーナスビューティでは翌2000年のセザール賞で助演女優賞にノミネートされた。2006年には マノエル・ド・オリベイラが、ルイス・ブニュエルの、昼顔の続編として制作した、夜顔に出演し、カトリーヌ・ド・ヌーブが演じた役を務めた。同年、モントリオール世界映画祭で、アメリカ特別大賞を受賞した。2015年、ブーメランで5年ぶりに、長編劇映画に出演した。一方で、舞台女優としても活動を続けており、マルグリット・デュラス作品や、クロード・レジ、パトリス・シェロー、 リュック・ボンディラが演出した話題作に出演。2017年2月にはオデオンザ制作の新作二人舞台、ウンアモール・インポッシブルでマリア・ド・メデール氏と共演する。18歳の時にビーチで出会ったミュージシャンと結婚。娘のパスカルが生まれるが、2年後に離婚。パスカルはその後女優になるが、1984年に25歳で死去する。 その後、映画監督のバルベシュローデルと再婚した。ありがとうございます。